ママいる年でーす。あらやだびっくりしたでしょ。びっくりしちゃった。あの画面のみ画面のみんなもびっくりしないで、一応3カウントでお届けしたんですけど、ちゃんとここ一応音量注意って書いているはずだと思います、私が忘れてなければ、うん、ということで本日、東京コーリング渋谷編でーす。東京コーリング自体は3回目なんですけど、1回目も2回目も新宿だったんですよ。で今回初めて渋谷ということで、しかもね、あの新宿の時は鳥前だったよ ね、うん、そう、おお、だって初出場で出場で鳥ってちょっと多大なる何プレッシャーですね。あれ1回目が鳥前じゃなかったっけ、1回目が鳥だったんだっけ。1回目が鳥だったんですよ。びっくりですよね。そうなんです、ちょっとねびっくりしちゃってるんですけど、逆に今回渋谷は渋谷は渋谷はなんと一発目ということで、やばいっすよこれ本当に。朝今何時よまあ10時か今、そうだ、ね、ただ私たち4時とかに家着いてるんで大阪だったからね。そう、なんなら大阪だって4時についてるんでね、ゲロ眠いですけど、やっぱり私たちレッドブル大好きで、レッドブル毎日飲んで頑張っていこうと思ってるんで、翼を授けるスカイウィングスよということで、スカイウィングスを昨日あの盛り上がって本当にすごく寝れなかったんでね、そうだね、興奮しちゃってね、興奮しちゃって、スカイウィングス翼を、はい、授けて、ね、自分にも授けていこうと思うんで、それではまた会場でお会いしましょう。イエーイ、なんでそして怖いの。イエーイ。楽しんで。行こう行こう。あ、行ってしゃい。はい、ということでですね、また、天の声ハキでございます。ここがね、毎回ね引っかかっちゃうからね、こうやって喋っていこうと思ってますが、今回は何を喋ろうかなと思っていたところに、もう動画が終了していく。Thank you.
渋谷編、遊びに来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いや、久々にチェルシーホテル帰ってこれて嬉しかったですし、なんかすごくやりやすかったというか、なんかステージ高いし見栄え最高でした。気持ちいいって、うん、気持ちいい、気持ちいい、このステージ気持ちいいってね、本当にそれこそ本当に桃色のロシーが CD をリリースしてファイナルのタイミングで初めて企画をやったのが、うん、あのチェルシーホテルだったんで、本当に感慨深い、懐かしいっていう気持ちに溢れた、うんうん、ステージでした。ありがとうございました。こっからはじゃあ色のバンドを練り歩くよね。そうだね、うちらが一発目だからね、はい、そうなんです。ちょっとこれから渋谷の街を練り歩いて知り合いに会いまくってきます。確かに。それではね、じゃあね。はい、ということで、衣装から着替えまして、ちょっとあの本当に今日暑かったからさ、確かにマジで危ない、本当に倒れるから一旦あの事務所に避難してるわけなんですが、どうでした改めて今日東京コーリング。いやー、なんか東京のライブ少ないんですけど、うん、なんだろう、少ないけど、なんかこの一本にうちらの思いを詰めてる感覚っていうのが今日全力でなんか伝えられたなって自分の中では思いますね。そうだね。そうだよ。いや楽しかった。でも東京コーリングが本当にいいイベントすぎて、うん、なんかやっぱ関東ですあの最大級じゃない、うんうんうん、やっぱ関東が誇る一番でかいサーキットだから、うん、そういうのに出れるのって本当に嬉しいし、なんか私的にはすごくあの渋谷も、新宿も下北沢も全部好きな土地なんだけど、うん、なんか全部出てみたい。あ、確かに今のところね、新宿が2回だもんね。そうで今日が、渋谷で、ね、渋谷が初めてなんだけど、じゃああとは下北だ。下北、そうね、出てみたいっすわ。確かに制覇したい、ね、うん、で10月27日の金曜日にあの約3年ぶりとなる私たちの企画アディクションパーティーっていう名前なんだけど、それが地元の横浜新しくできたライブハウスバズフロントっていうところで、スリーマンでお届けする予定ですね、はい、やばいスリーマンです、はい、もうすぐこの動画が上がった直後ぐらいかな、もしかしたら、おかないけるかな、もしかしたら発表するかもだけど、もうその直後に発表できるかなとは思ってますけど、早くしたい、早くしたい、うん、ね、お楽しみに。ぜひあの一般チケットはもうあの E プラスで発売してるんですけど、うん、手売りチケットに関しては今ライブ各ライブハウスで販売してるんですが、その手売りをゲットしてくれた方には、ゲットしてくれた方には画伯のまた特製ステッカーをプレゼントさせていただくので、かわいいよ。そうめっちゃかわいい、あのかわいいね、それそれって感じ。あ、そう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 、バズフロントだもんね、これこれって感じ。あ、よかった、本当にあの意思&疎通ができておりますということなので、ぜひねあの遊びに来てほしいと思ってます。お願いします。はい、ではね、じゃあまたライブハウスで会いましょう。バイバイ。はい、ということで再びやってまいりました、天の声吐きです。いや、終わってから結構渋谷をうろちょろしてたんだけど、人が多すぎてもう全然カメラなんかね回してられなかったんですよ。なのでまあイベント終了後に渋谷のタコベルでご飯を食べてる、このタイムラプス的な感じでもお届けしようかなと思いつつ、こうやって思い出を振り返っているんですが、リアクションザブッタチームとかにも会えたし、それこそリズミックのドラムの方とかもお会いできたね。あとはザ・新潟チーム、リベリオンと就活クラブも終演後に会えたりとかして、うわ懐かしい、 来月の伝点よろしくねみたいな話もできたしね。なんか各地ツアー回ってると友達がやっぱり増えて、本当にこういう東京でやってるイベントももうより一層楽しいなって思いました。楽しめました、私たちも。そして会えなかったんだけど、結局ね会えなかったんだけど、あのローコネの兄さんたちもどこにいるんですかって電話したら、もうあの静岡ら辺走ってるらしくて、なんでよっつってテレビ電話をしたりとか、インスタでずっとあのどこにいんのどこにいんのっていうずっとすれ違いで連絡していたチェイスドの一安くんとか、ね、なんかそういう風に連絡が、ね、取れるって本当に改めましてだけど、ツアー回ってよかったなって思うことです。友達が増えて本当に嬉しい、ね、コーラを飲んでね、ポテトいっぱい食べてね、これからも体力つけてライブしていこうと思うんで、またライブハウスで会いましょうね。ありがとうございました。ハキーでした。